DAW レスの鈴木です。今回はビエナシンフォニックライブラリの製品を iLock 認証に移管する方法についてご紹介してみたいと思います。ユーザーの方はご存知の通り、これまでビエナシンフォニックライブラリの製品というのはビエナキーと言っていましたけれども、 E ライセンサーで管理されていました。それが今回 iLock 認証に変わるということで、製品自体が iLock 対応のものに変わってしまっていますので、結構いろいろとやらなくてはいけないことがあります。では実際に見ていきましょう。まず最初に iLock アカウントを用意します。すでに持ってるよっていう方はそれを使っていただければ OK ですし、まだ iLock 使ったことがないよ、持ってないよっていう方は iLock のアカウントを作成する必要があります。アカウントは無料で作成することができます。この画面上で必要項目を入力していくとアカウントは簡単に作ることができます。ちなみに今回のビエナに関しては、iLock の USB の物理キーは必ずしも必要ありませんので、その点はご安心ください。アカウントが作成できたら、次に iLock ライセンスマネージャーというライセンスの管理ソフト、これをダウンロードします。もうこれもすでに持ってるよって方は必ずしもインストールし直す必要はありませんけれども、最新版アップデータが公開されている可能性もありますので、一応チェックしておくといいかもしれません。インストールが完了したら iLock ライセンスマネージャーアプリケーションを起動しておいてください。またこの時にサインインボタンをクリックして、先ほど作った iLock アカウントでログインしておいてください。続いてウェブページの方に戻っていき、ビエナシンフォニックライブラリーのサイト上で今作ったユーザーの iLock アカウント、こちらを登録します。プリーズログインのログインボタンをクリックしてアカウントにログインします。するとここの iLock アカウントという項目ですね、いわ iLock ユーザー ID というところにお持ちの iLock ユーザー ID を入力してサブミット、これでビエナと iLock のアカウントが紐づいた状態になります。紐付けが完了すると、こちら iLock アカウントのところに今登録した iLock のアカウント名が表示されていると思います。ちなみに画面の下側、マイライセンスの項目を見ていただきますと、今お持ちの製品の一覧が表示されているかと思います。この中でステータスがオレンジになっているものは iLock アカウントに移行することができるんですが、もしステータス部分が赤くなっているものに関してはライセンス移行ができませんので、その製品を使う場合には従来の E ライセンサーで使い続ける必要があります。確認が終わったら、画面の一番上 iLock アカウントの部分にありますグリーンのデポジットボタンをクリックします。このようにライセンスコンバージョンサクセスフルというふうに表示されたら移行は完了ですので、OK ボタンクリックしておきます。このライセンス移行を行うと、同時に登録しているメールアドレス宛てに確認のメッセージが送られているかと思いますので、そちらも確認してみてください。次に iLock ライセンスマネージャーに入って、今登録したビエナのライセンスが送られているか確認してみてください。はい、こんな風に送られていることが分かりました。ちなみにライセンス数は1という形になっております。あとはこれを任意の iLock にコピーすれば OK です。ビエナのライセンスについては、物理機 USB キーの iLock もしくは iLock クラウドが使用可能ですので、お好きな方に登録してみてください。私の場合はこちらの iLock 物理キーの方に登録してみます。はい、 iLock の登録が完了するとサクセスフルアクティベーションという形で、これでライセンスを認証することができました。続いて新しいソフトウェアダウンロードしてみましょう。マイダウンロードのページから、ビエナアシスタントというソフトウェアをダウンロードしていきます。この画面の上側ですね、 iLock に対応したものを選ぶようにしてください。 Mac か Windows かお使いのソフトウェアに合わせてダウンロードしておいてください。ダウンロードが完了したら、ビエナアシスタントインストーラーを画面の指示に従ってインストールしていきます。はい、インストールが完了したらビエナアシスタントを起動していきます。画面の指示に従ってログインを行ってください。初めて起動する場合、このように初期設定の画面が出るかと思いますので、これからダウンロードするライブラリのダウンロード先であったり、インストールするライブラリをどこに保存するのか変更したい場合には、こちらの項目から設定してみてください。次にライブラリをダウンロードしていきます。今こちらオールになっていますので、ビエナの全製品がこのように見えている状態ですけれども、 NAT インストールで選んでいただきますと、ライセンスは持っていてインストールはまだ行われていない製品だけを絞り込むことができますので、こちらから必要なもののこのボタンを押すとインストールボタンが出てきますので、そのままインストールボタンを押すと自動的にダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると自動的にインストーラーが起動しますので、それも画面の指示に従ってインストールを続けていってください。
はい、ということでインストールが終わったらそのまま起動していただければ、特にライブラリーパスの再設定等必要なく使用することができました。全く問題なくなっている状態ですし、ビエナアンサンブルプロの方も新しい iLock 版で使うことができております。ちなみに旧ビエナキーも E ライセンサーコントロールセンターが OS 自体をサポートしている限りは今後も使い続けることができるということのようなんですけれども、サポートが終了してしまうとソフトウェア自体使えなくなってしまうということですので、特に何か理由がない場合は iLock ライセンスへの移行っていうものを早めにしてしまってもいいのかなと思いました。使用感とかというものは全く一緒ですので、実際使う分にはどちらのライセンスが通っているのかっていうのを正直意識しなくても使えるかと思います。今後もこういった音楽制作に関する様々な動画アップしていきたいと思っておりますので、動画への高評価やチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。